はい、ガッチャンです。はい、ガッチャンです。今日も、ジャンピングエクササイズをしていきますが、ですね、昨日から昨日の動画、まだ昨日の動画を見た人は何言ってるか分かると思うんですけども、今日が39、9、8、9、10、40日目です。はい、残念ながら100キロを切ることはできていませんが、まだもちろん全力でダイエット中です。ですね、昨日からね、自分で使ってるサプリがどういうものかちょっとよく分かんなかったんで、モリンガについて研究します。そんな話をしながら、今日も15回のエクササイズとしてジャンピングしていくんですが、ですね、今日はね、ちょっと横に向いてやろうかな。横に。はい。なぜかというとですね、そう、ちょっと、このね、足を開いた式の、スクワットをちょっと教えてほしいって方がいらっしゃって、で、教えるってことは大したことないんですけども、足はね、肩幅よりちょっと大きいぐらい。私だったらこれくらいのところまで開いたかな。で、こう、腰を落としていって、深いに起こしたことないんですけども、早く上げると。本当はね、ジャンプするような勢いで上げればいいんだけど、これジャンプすると、本当体おかしくなっちゃうほど疲れちゃう。で、どっちかというと、猫背にならずに、前かがみにならずに、後ろに体重を置くって感じの方がいいわけよ。なんで、ちょっと横から見た感じを、数えながらやっていきます。なんで、15回3セット。いくよ。せーの。1回。で、この腕はね、そう、バランス取ってる感じ。2回。3回。4回。5回。6回。7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、よし。こんな感じでやっていきます。んで、これやってる理由っていうのは、ぴょんぴょんする、した時の、有酸素運動効果を、高めるために、やってます。で、このぴょんぴょんする前にこれやることで、有酸素運動がスタートするのに20分かかると言われてるのが、ぐっと短縮できるみたいですよ。よし、行くぞ。せーの。1回。2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、11回、12回、13回、14回、15回。はい、これでですね。で、私自身も結構慣れてきたんで、そんなね、苦でもないんだけど、最初の頃はね、すげえ苦しかった。最後は、カメラに向かっていこうかな。いくよ。せーの。1回。2回。3回。4回。5回。6回。7回、
8回。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも声援ありがとうございます。ガッチャンでした。